法律の解説でバラエティ番組などでも活躍する北村春夫弁護士が今日金沢市内で講演を行いました。日弁連及びマスメディアの問題点と題して講演した北村弁護士は、日本弁護士連合会の活動に関心を持っているのは全国におよそ4万人いる弁護士のうち1000人未満だと述べ、会としての意見が一方に偏ってしまうなどと指摘しました。また過去の政治報道に触れ、マスコミは民主主義を支える根幹であるとし、常に検討を重ね疑問を持ち続けなければならないなどと語りました。